アニメフェスティバルアジアはメイン会場のシンガポールをはじめとして東南アジア地域複数箇所で開催される一連のアニメイベントである。メインとなるシンガポールでは11月の中旬の週末に合わせて開催される。例年サンテックシンガポール国際会議展示場がメイン会場となるが、2012年はサンテックシンガポール国際会議展示場の改装に伴いシンガポールエクスポマックスパビリオンで開催される運びとなった。また2012年にはサテライト会場としてマレーシアのプトラワールドトレードセンター、インドネシアのジャカルタインターナショナルエクスポでもイベントが催された。また AFA はイベントに合わせてアニメ、漫画産業をテーマとしたビジネス会議を開催しており、2009年のアニメーションアジアカンファレンス以来の恒例となっている。AFA は日本国外で行われる最大級のアニメイベントと銘打たれており、2014年には14万5,000人の来場者数を記録した。AFA は、ゼップライブエンタテインメントと電通の協力の下で、SOZOが主催している。シンガポールのサンテックコンベンションホールにて初開催。STUDIO 4℃ のアニメ監督の森本浩二、ガンダムシリーズのメカニックデザインを担当した、大河原邦夫を招いて、トークイベントを開催。水木一郎に、さらには、海外では、初のパフォーマンスとなるMay'nも参加し会場を沸かせた。ダニー・チューとKANAME☆を招請。萌えもエキュンメイドカフェがオープン。1日目に中川翔子と水木一郎が、2日目は福山良樹とMay'nがデュエットを行った。初音ミクが自身初となる海外ソロライブを敢行。初めてリージョナルコスプレ大会が開催される。シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン出身の参加者たちが2人1組になって、チャンピオンの座を競った。KONの4人の声優が招かれ、アニメで放映された、いくつかのシーンに合わせて、生アフレコが行われた。アイラ、アローディアゴシエングフィアを、KANAME☆が、コスプレ審査員として招かれる。声優の花澤香菜、ミルキー・ホームズが、イベントに招かれる。羊カフェ、アトリエロイヤルが注目を集める。AKB48、Angela、水木一郎、ジャムプロジェクト、May'n、SCANDALが招かれる。劇場版機動戦士ガンダム00、A、ウェイコニング・オブ・ザ・トレイル・ブレイザー、鈴宮春日の消失が DVD、ブルーレイの発売に先行して上映される。2日目に歌手の水木一郎、FLOW、LiSA、C3AF が出演。May'n、Angela、Kalafina、伊藤かな子、ミルキー・ホームズが3日目に出演した。初日には、日本国外では初めてとなる、初音ミクのライブパーティーが行われた。斉藤千和、中西剛、ダニー・チュー、KANAME☆、うさぎがスペシャルゲストとして招かれる。機動戦士ガンダムユニコーンの4話が、日本での公開日に合わせて上映された。初めて複数会場での開催となった。6月にマレーシア、9月にインドネシア、そして11月にシンガポールで開催され、すべてのイベントでダニー・チョーが司会を務めた。さらには3つのイベントのすべてでメイドカフェ及び羊カフェがオープンした。マレーシアでは6月9、10日にクアラルンプールのプトラワールドトレードセンターで開催された。Kalafina、黒崎May'n、まなみが初日に、FLOW、ことこ、C3AF が2日目にパフォーマンスを行った。プロダクション IG の石川光久と石井智彦、そしてダニー・チュー、KANAME☆、そしてスペシャルゲストとして韓国からターシャとミユコが招かれた。インドネシアでは9月1、2日、ジャカルタインターナショナルエクスポで開催された。初日には水木一郎、ブレス4、7、LiSAが、2日目にはアンジェラ、ことこ、C3AF、ステレオポニーがパフォーマンスを行った。シンガポールでは11月9、11日にシンガポールエクスポマックスパビリオンで開催された。西原氏、健、中西剛、神山健二、渡辺真一郎、八王子 P がスペシャルゲストとして招かれた。声優の岸尾大介とスフィアが招かれた。KANAME☆、暁、司、ジュリー、ヒコ、ミコとレイカがコスプレイヤーとして招かれた。一方で、クライブとリッチフィールドがコスプレコンテストの審査員として招かれた。日本のチームシコン、そしてインドネシアからルナ・アスタリスクがスペシャルコスプレパフォーマンスを行った。初日には TM レボリューション、2日目にはベビーメタル、FLOW、フリップサイド、LiSA、MOVEが、3日目にはMay'n、栗林南、C3AF、SFEARがパフォーマンスを行った。ロードトゥ忍者、ナルトザムービー、劇場版フェアリーテール鳳凰の巫女、劇場版魔法少女まどかマギカが上映された。ジャカルタ、シンガポールでの開催。テーマソングは、バレリーの歌を折り紙。ジャカルタ、シンガポールでの開催。フリップサイドは2012年以来2度目のシンガポール開催参加となった。展示は、サンテックシンガポール国際会議展示場の4階全域に、またがり過去最大規模のイベントとなった。新マスコットの成果が紹介された。ジャカルタ、シンガポールに加え、バンコクでも開催された。タイでの初開催となった。バンコク、ジャカルタ、シンガポールで開催。日本で毎年開催されているキャラクターとホビーの総合展示会 C3 東京と統合し C3AF へと名称変更する。バンコク、ジャカルタ、シンガポールに加え、東京、香港で開催予定。ありがとうございます。